パスタ作ってくれる。パスタ作ってくれる。おならした。ちょっと臭い。それは当たり前だろ。ああ、臭い。おならしたんだから臭いに決まってんだろ。臭いって臭いよ。だから、牛乳とわさびを混ぜてくれたらいいんだって。量は量。どう、そんな味見してやってってよ。そんな素人じゃないじゃん、料理の。どうにでもなるよ。まあ、わさびと、まあ、牛乳で作ればいいってことね、オッケー。お願いします。はーい。ムチマル、こっちで遊ぼ。食えるかなぁ。お腹いっぱいなんだよなぁ。ふざけんなよ。ふざけんなよ、マジで。お腹いっぱいなんだよ。食えよ。だってさっき、味噌汁とご飯と、わかんない、なんか、肉炒めみたいなやつ。うん、あと、卵や焼きも食べた。朝からご飯作ってあげたのよ、朝ご飯も。しっかりと。だって作ってくれるって昨日話してたから。うん。だから作ってる。美味しかったでしょ？カレーがちょっと濃かった。ああ、それはちょっと失敗した。うっせぇの。どれくらい食べる？50。はい、出た。はい、出た。何が？高級イタリアンじゃねえんだよ。150で。150？ やっぱ多分他の家とかだとさ、うん、どのくらい食べるって言うとさ、うん、大盛り、普通、はいはい、少なめって言うじゃん。はいはいはい。なんか、グラムで言うのは、俺らならではだよね、やっぱ。多分そうね。うん。普通が100とかだから、ああまあ150が大盛りだったりするし、うん、多めでとかね。そう、50っていうのはもう少なすぎるあれなの。だからパスタ作る人からしたらそんな量で作りたくないのよ。はいはいはい、多分そうよ。本当になんか高級なさレストランとかだったらさ、うん、それくらいの量が盛られててさ、上にトリュフとか乗ってねえだろうけど。ああね。食えないかも。いいよ、殴ってください。もういいです。殴ってもらっていいです。殴ってください。重くなりましたとか言っちゃいけない、人に対して。人に対してじゃないです。もちまるが大きくなりましたっていうのはもう健康的に成長してくれてますってことで、めちゃくちゃいいことじゃない。言い方よね。うん、成長しました。なんかでも成長しましたっていうのをちょっといろんな角度で言ったら皮肉な部分あるから、どうやって言えばいいかわかんない。はぁ、気にしすぎじゃない。子供に対して大きくなったねっていうのと一緒じゃん。うん、それ何、嫌味なの？どういう嫌味が含まれるの、それに。大きくなりたくてなってんじゃねえんだよっていう。子供は大きくなりたくてなってんだよ。大きくなりたかったよね。大きくなりたいだろ。わかった。うん。じゃあ大きくなったね。うん。おいしい、かわいい。かわいい。肉とか入れてくれるんだ、嬉しい。え、だって入ってた方が美味しくない？美味しいと思う。うん。邪魔であろう。邪魔であるよ。全然食う。大丈夫。お前が大丈夫で、こっちは大丈夫じゃないんだよ。邪魔ですよね。うん、邪魔です。全然大丈夫。ふざけんなよ、マジで。なんか、ここの扉が塞がれてるじゃない。うんうん。でも、まあ、みんな薄々感じてんだけどさ。うん。でコメントで、この部屋から出れないじゃないですか、みたいなやつ。さすがにそんなさ、さすがにそんなアホなことはしないよ。あ、ソファー置いたら部屋から出られなくなった、みたいなことはないよ。そうだね。ありがたいけど、心配してくれて、本当に。本気で心配してくれたんじゃん。本気で心配してないでしょ。え、扉塞がれたけど、どうやってあの二人出るんだろうって。ね。思ってくれたんだよ。いや、ここの扉使わないんですよ。もともとね。で、内開きだからちょっと、そうだよね、内開きだよね。そうそう。だからさ、これ外開きだったらいいんだよね。外開きだったらね、まだ。まだ使えるんだけどさ、うん、内開きにするとさ、うん、絨毯とかがさ、もうめくれめくれめくれみたいな感じになっちゃうからさ、そうそうそう、使えないんです、ここ。確かに。そうだね。だからちょっとここのね、ドアノブも外したいんだけど、まあ外しても良さそうではあるんだけど、まあ外してない。
さすがにそれはダメよ。なんで？賃貸だもん。何してもいいって言ってたよ。何してもいいにも限度つもがあんだろ。そうかな。うん。でも何してもいいって言ってたよ。勝手に穴開けてもいいとか言ってたよ。だから今度なんかほら、家に来た時にさ、うん。あれ？ここドアノブがない？ってなったらさ、うん、確かに。それ気まずいじゃん。かわいい。どういう心境なんだろう、持ち丸これ、今。うん。うん。微動だにせずさ。また来たよってなってる。一点を見つめて。やれやれって感じがなんかも。持ち丸ちゃんなんかあれだもんね。本当に触られたくない時なんか怒るよね。そう。あんまないけど。ううって言うじゃん。嘘、そう？うん。全然気づかない。いや、普段のなんかこうやって触るのはあんまり大丈夫なんだけど。うんうん、なんか、ん？ケツ穴、うん。嫌がるよね。そうだね。嫌よね、そりゃね。人間だって嫌よ。あれ？あ、もうこれちょっとやめない？これちょっとカットしたい。なんで？やだ。ちょっと、生々しすぎる。いいじゃん。それを求めてんのよ、みんな。やだ。生々しいの。マツコデラックスも言ってたじゃん。なんて？チブを晒していくことが私にできることだから。チブっていうのがオシャレじゃん、そもそも。え？え？チブって言葉に変えるのがオシャレじゃん。ケツ穴がとか言ってた。まあ、かといって別に、ケツ穴を探すってわけじゃないのよ。これどれくらいわさび入れればいいの？え、味、決めてよ。結構多めに入れよう。え、怖いな、怖いよ。そんなにいらないんじゃない？わさびって結構ツンと来ない？まあ、物によるけどさ。え、だからわさびって火通すとさ、このツンが弱まるからさ。そうかな、うん。いいんではなかろうか？うん、うん。なんか、だいたい冗談でいつもやってんだけどさ。うんうんうん。このツイートが100いいねいったら、うんうんうん。翔太のチンチン晒しますって言ってさ。うんうんうん。子さんファンに怒られる。あ、怒られたんだ。なんで怒られたの？なんか。やめてって。そう、やめて。あ、そうなんだ。嬉しいっていう反面。うん。俺は、エロも、需要ないのかって思って、エロにも需要ねえのか俺はって。え、そういう意味じゃないよ。変なことするのはやめてっていう意味で。え、何がチンチン。うん、そう。そんなさ、うん、うん、まあそうだね。うん、そういうことよ。喋や。なんか気持ち悪いね、髪ね。で、髪切りどうすんの？あ、髪、美容室どうすんの？美容室？うん。どうすんねん。11月から産休に入るって言ったからさ、うん、10月行こうって思ってさ、その時にさ、うん、あの前勤めてたところの美容師さん紹介するって言ってくれたからさ、うんうん、じゃあ11月、10月行こうって思ったらさ、もう、うん、多分、まあ、体調が優れないのかわからないけど、うん、もう10月から休んでるからさ、どうしよう。どうすんの？どうする？もう坊主にしようかな。似合いそう、坊主。おしゃれ坊主になるか。うん、芋坊主になるよ。あ、だっておにぎり欲しいなの人でしょ。そう、そっちでしょ、俺。うん、野球少年。いや、野球少年でも大谷翔平とかみたいな感じだったらいいけどさ、そうでもないじゃん。うまっ。美味しい。美味しいね。結構わさび入れたけどさ、程よいね。うん。美味しい。ああ。うん。うまいうまい。うん。うまくできた。そっちの似合うは嫌だ。でもおしゃれ坊主って難しくない？だってもう服装とかありきじゃん。多分。もしくは、桜木花道みたいに、赤く染めたりとか、それがおしゃれかどうかわかんないけど。桜木花道は不良なの？そう。不良だったんだけど、バスケに出会って。あ、そうなんだ。不良が先でバスケが出会った。そうそうそう。いや、なんか、バスケが先で後で不良になったわけじゃない。じゃあ、なんか、
バスケやりつつ不良っていうのがもう不良じゃないなって思って、うん、不良は帰宅部なんだよ、うん、不良で帰宅部かなんかだったのよ。でバスケに出会ってのめり込むの、うん、開花されたんだ、うん、最初じゃあ1話は不良、バスケ部入る前から始まるの。そう、うん、おそこ乗ってた、うん、そもそもさ、うん、なんで初めての美容室行けないの。だって初めは絶対初めてのところじゃん。初めは行けたのよ。なんで行けなくなったの。何が嫌なの。喋るのがめんどくさいの。新しい人見知り。ああ。要望を言えない。俺あんまり要望言えないタイプ。え、いや写真で見せれるんだけどさ、うんうんうん、あ、こういう風にしてくださいみたいなね、うん、なんか初めての美容室行った時にさ、なんかカタログみたいな雑誌見せられてさ、はいはいはい、今日はどのようにされますかみたいな感じで、うんうん、これみたいにしてくださいっていうの若干恥ずかしくない。そうかな、そういうのな、そういうのは大丈夫なんだ。なのに初めてのところ行けないの。だってどういう人かわかんないじゃん。なんでな、うん、だってみんなそうじゃん、最初はどんな人か。それで、うん、あ、違うなこの人ってなったらもうまた別のとこ探したりするんじゃん。すごい良かったなってなったらまた行くじゃん、うん、そこに、うん、うん、そうだね、うん、どうしようかな、うん、俺が行ってるとこ屋さん一緒に行く。それでもあり、うん、パーマとかもうまいと思うよ、うん、そういうなんていうの、美容室ちゃんとした、ちゃんとしたっていうか美容室だから、うん、まあちょっと考えた、うん、それだったらどういう人か俺がこと細かに説明してあげる。美容師さん、美容師さんじゃない、美容師さんの、あ、この人の趣味は何でとか言えるよ。ああ、なんとも。何なの、なんともって。食べて早く。お腹いっぱい。なんつって。食ってないわけじゃないんだからいいじゃん、別に。食べてるし。うん。いや、美味しい、これ。牛乳とわさびのパスタ。ね。眠いね。眠くない？うん。眠くない。ほら、もちまるだって寝てる。うん。もちまるはほら、昼間寝とかないとさ。うん。うん。寝るのが仕事だから。いいなぁ。え、なに？食べてるよ。もう俺食べ終わるよ。なんだその自慢。なんだその自慢は。食べ終わるよ。だからなんだよ、見ればわかるよ。食べてるし。いいじゃん、ゆっくり食べるのもいいじゃないですか。もう片付かないからちゃっちゃと食べてよ。片付けていくんだな、じゃあしっかり。夜じゃないよ。もうお母さん忙しいから。じゃあ片付けていくんだね。うん、皿洗っていくんだね。うん、夜に置いとくんじゃねえぞ、今片付けるんだよ。片付けていくんだよ。え、俺いつも片付けていってんじゃん。日によらない、そんな。え、日による。うん、なんか片付けていってんじゃん。うん、なんかもう本当に毎日皿洗ってさ、ご飯食っ、なんかもう皿洗ってご飯食って、もうなんかもう嫌になってくるね。もう紙皿とかにする。なんかもうだって毎日洗ってんなって思うんだもん。もったいな。もう紙皿でよくない？エコじゃないじゃん。エコ？うん、うん、じゃあもう資源の無駄遣い。え、とか言うならじゃあ紙皿売らないでほしいです。だってそんなん、そうでしょ、エコとか言うならば。まあね、売らないでください。欲しかった。うん、紙皿でやっていかない。紙皿でやっていかない。だってめんどくさいもん、俺皿洗うの一番嫌い。洗わなければいいじゃん、俺が洗うから。うん、うん、洗ってんじゃん俺。なんか毎日皿洗ってんだもん、なんか嫌になってきちゃう。そりゃそうよ、一人暮らしだってそうじゃん。あ、でもコンビニ弁当とか、うん、外食ばっかりの人は全然そんなことないと思うけどね。だってなんか、うん、もう
紙皿っていくら10枚入りとか分かんない、買ったことないから分かんないけど、でもそれなりにするんじゃないかな、200円とか、もうちょっと安いかもしれない。まあ5枚入りで100円としてさ、うん、5枚入り100円でしょ、それ使って捨てた方がさ下手したら水道代より安いかもよ。かーん、てか楽だし。まあね、うん、こないだスーパーでさ、たこ焼きのお皿売ってたの。え、たこ焼きのお皿、何たこ焼きのお皿。たこ焼きのほら、なんか笹みたいな、なんていうの、笹、あなんか筆みたいな形のやつあるじゃん、あれ10枚で598円とかある。うん、あれはいらない。それ買おう。あれはいらない、別に。なんで、あれはいらないだろ家で食うんだから。いいじゃん、たこ焼きが美味しそうに見えるかもしれない。美味しそうに見える、別に美味しいですそんな普通に食ってもうまいです。本格たこ焼きになるよ。うん、外で食べるならまだしも、家であの船はいらないです。じゃあそんなことしなくても美味しいです。でもなんか自分のたこ焼きめっちゃうまいって自慢してたじゃん、この間たこ焼き作りながら。え、うまいじゃん、うん、何間違ってんの。だからそれに乗せたらより美味しくなるかもしれない。いやだから、そんな乗せないといけないぐらいなあれじゃない、もうそんなだましだましにしなくても美味しいから大丈夫。うん、何、まずいの俺のまずい、めんどくさい、いですよ、めんどくさい、じゃあもうまずいのね。はい、まずいです、はいはい、美味しいです、はい、今まで作ってきたやつ全部まずいです、美味しいです、臭いの俺が臭い、飛び火するやつ臭いんでしょ。何、俺うんこだと思ってる。あんたうんことパートナーシップ先生組んだ。何、パートナーシップ先生で両一とうんこで結ばれましたみたいなやってる、坂本。うん、じゃあ、あの、あなたどんな人と付き合ってるって言われた時、実はうんこと付き合っててみたいな、そんな感じですか。だからトイレ好きなんだ、流していたいからね。だからそういうこと、もう早くうんこは外にどんどん出ろみたいな、そういう感じ。うんこさ、うんこと隣で寝てんのあんたは。うんこと隣で寝てる、だから近寄りたくないんだ。あーなるほど、近寄ってんじゃん。いいよ、じゃあいいですよ、私はゴミ箱に行きます。ゴミ箱はダメ、うんこはゴミ箱はダメ。じゃあ流されます、流されて南の島まで行って行って行って、富豪の誰かと付き合います。あーもう難しいなぁ、うん、お母さん構文、お母さんフィス構文ね、難しいよ、難しいあんな流暢に喋れない。うん、まあ元ネタがあるんですよ、うん、あのお母さんって結構急にね、うん、スイッチが入ってね、うん、ヒステリックを起こすよねっていうそ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 う、そう、まあ日頃の鬱憤が溜まってんのよ、溜まってんのよね、うんうん、誰からも感謝されず、うん、家のことだけをひたすらやらされ、うん、洗い物なんて毎日1日3回とかやってんねん、うん、やってるね、掃除も毎日やってんねん、うん、まあ人によるけどね、まあね、うんうんうん、でもうちらもそうじゃない。何が、もうどっちかがお母さんみたいな時もあるじゃん。ほう、ご飯作ってさ、はいはいはい、家の掃除してさ、はいはいはい、洗い物してさ、はいはい、持ち悪の世話してさ、うんうんうん、だからうちらも感謝されよ。誰に誰に感謝されんの。え、翔ちゃんか俺、お互いに感謝し合おう。え、何、ありがとうって言えばいいの。え、ありがとうは言ってんじゃん。うん、じゃあ洗濯物ありがとう、うん、手伝うよ、普段頑張ってくれてるから先にお風呂入っていいよ。いいよ、後でで。いや、そんなこと言わないでさ、うん、いつも最後にお風呂入ってるからさ、今日くらい先に入ったらどう。いや、後でいいって。え、そんなこと言わないでさ。何、臭いの俺臭い。え、お母さんうんこっていうことです。どういうことだよ